挨拶ロストインパラダイス、どうも黒です。というわけで本日も始まりました、面白い作品をより面白くするための考察チャンネルのお時間でございます。先日劇場版呪術廻戦ゼロの主人公乙骨憂太の声優が緒方恵美さんに決まったということでめちゃくちゃ話題になりました。そこで公開された特報は再生回数 Twitter で562万回、 22.4 万リツイート、 38.8 万いいねと大反響だとしたら、リカちゃんの声優は一体誰なんだということで、先日こちらツイッターのフォロワーの皆さんに質問してみました。今日の動画はそこでの多かった意見をご紹介、そして僕自身も女性声優さんを聞き比べながら最終的に僕がイメージするリカちゃんの声、その声優さんを予想したいと思います。今回の動画も乙骨の時と同様に誰が担当されても 100% 応援することは間違いありません。ぜひ皆様の意見や予想もコメント欄で教えてください。まずは大事なリカちゃんのイメージ、キャラクター像を振り返ります。以前はこちら、呪術廻戦のゼロ巻の裏設定が怖すぎるということを動画にしましたが、リカちゃんの11年間の生い立ち、過去がかなり壮絶である、ゼロ巻の58ページに詳細が書かれてるんですが、もう小学生のプロフィールとは思えないのよ。5歳の時母親が原因不明の急死、小学校入学の2日前父に登山に連れて行かれ共に行方不明となる。1週間後山頂近くの避難小屋でリカだけが保護され、父親はそのまま失踪、行方不明。自分の容姿に自覚的で時折意図的に大人でさえ操る行動が見られた。リカを引き取った父方の祖母は自分の息子とその妻はリカによって殺害されたと強く思い込んでいた。生前ユータの妹とは友好関係を築いていたが、死後怨霊となってからは攻撃的になり、ユータが家族から離れるきっかけになった。嫌いなものはユータ以外の人間、特に女性と年上男性、大嫌いなものは祖母の作ったナスの煮浸し。このねプロフィールを見てもリカちゃんは単なるロリ少女っていうよりも大人びた妖艶さのある女の子っていうイメージ。まずはツイッターで多かった3人をご紹介します。林原めぐみさん、これは圧倒的に多かった。その理由としましては、やはりエヴァンゲリオンの影響、新エヴァンゲリオンでエヴァが完結、そして乙骨の声優が長年碇シンジ君を務めていた緒方めぐみさんということで、そのパートナー的存在の綾波レイ役ということもあり、名前を挙げてる方が非常に多かったです。名探偵コナンでは灰原愛役を担当、灰原愛役に林原さんをキャスティングしたのはコナンの原作者である青山剛昌先生の弟が新世紀エヴァンゲリオンのファンだったことからだそうです。いろんな人気作品がエヴァに影響を受けてることが分かりますよね。大人である灰原がアポトキシン4869により幼女化していることからも、リカちゃんの大人びた妖艶さのある女の子のイメージにも合ってると思います。芥見先生もファンブックでエヴァ庵野秀明監督の大ファンと言っているので、オープニング映像を山下慎吾さんやジョーゴの声優さんを千葉茂さんのように、芥見先生ご自身のご指名があれば十分考えられそうですよね。さらに林原めぐみさんはなんとエヴァンゲリオン初号機の暴走時の声も担当しているということで、リカちゃんの大人びた子供の部分と特急家事音量としてのリカちゃんとの使い分けもバッチリ。ただやっぱりちょっとエヴァに寄りすぎっていう意見も増えそうなのは事実。なんかどうしても綾波レイの印象が強かったんですけど、他のキャラクターも聞いてみるといろんなバリエーションで出されてるんですね。ていうか不思議だねもやってたんだね。ギャップありすぎてびっくり。続きまして石田明さん、ナルトのガーラや鬼滅の刃赤座役を務めた男性声優さんです。男性声優さんなのになぜリカちゃんと思う方も多いと思いますが、石田明さんは男性声優ながらも美少女戦士セーラームーンの魚というか男の娘というか、ちょっとジャンル分けが難しいフィッシュアイ役を務めたから名前を挙げてる方が多かった印象。またリカちゃんが先ほどの林原めぐみさん、そして特急家事音量の方のリカちゃんを石田明さんっていう声優分担っていう意見も多かったです。これはまたまたエヴァになっちゃいますが、石田明さんはエヴァのカオルくんを担当していたからっていう理由もあるみたいです。声優さんの使い分けか、なるほどと思ったんですが、僕的には声優さんは使い分けをせず、リカちゃんが音量の方も一人で演じられると思ってます。
ただ乙骨の時に入野美優さん、山下大輝さん、小野賢章さんと男性キャライコール男性声優さんで来るでしょっていう予想を、そこを女性声優さんで来るっていう、ある意味ね、予想を裏切る形となっていたので、リカちゃんの声優さんが女性声優さんっていうね認識でいると、またそういった逆転の発想みたいので、男性声優さんも来るかもしれないので、可能性としてはもしかしたらあるかもしれないですよね。いや、石田明さんも男性キャラのイメージしかなかったから、フィッシュアイやってるってした時マジでびっくりしました。ただ尾形さんとのそのラジオというかやり取りで、もうフィッシュアイは無理ですよって言ってましたね。続きまして、花澤香菜さん、サイコパスの常森茜役、化け物語戦国なでこ役、ニセ恋小野寺小崎役、幅広い女の子を演じてるイメージがあります。以前乙骨の声優予想で上位だった小野賢章さんの奥様で、夫婦共演を熱望してる方も当時から多く話題に上がっていた声優さんですね。バリエーション広すぎる。常森茜さんの声聞いたらサイコパスの第一期もう一回見たくなりました。坂本真綾さん、こちらはエヴァの正波麻里イラストリアス役、広角機動隊の草薙基子役、化け物語推しの忍役、ちょっと大人っぽいかなっていう印象ですね。桜彩音さん、ガビだね、茅野芽衣さん、堀江由衣さん、内田真綾さん、紀藤あかりさん、諸星すみれさん、水瀬いのりさん、沢城みゆきさん、結城葵さん、上田玲奈さん。はい、ということでいろいろ聞きました。いろいろ聞いたっていうか、もう40分ぐらい聞いてました。僕の中ではこの人の声でイメージしてるなっていうのが絞れました。今回はですね、女性声優さんということで、やっぱりみんな声のバリエーションが広くて難しかったです。ただいろんな方、いろんな本当に声質でいろんなキャラクターを演じられてるのでね、すごいなと、声優さんすごいなと思ったんですが、僕がいろんな方を聞かせていただいたんですが、僕の脳内再生と一番合っていたのは花澤香菜さんです。なんで花澤香菜さんかっていうと、ちょっとね、まあ、ロリ系というか、ちっちゃい子供の幼女系を演じる時の、かつあのちょっとウィスパーボイス混じりの声、あれが僕的にリカちゃんのちょっとした大人っぽさというか、妖艶さというか、魅惑的な部分、あのちょっと花澤さんのウィスパーボイス混じりのちょっとしたトーンっていうのが、一番なんかリカちゃんの僕の中のイメージにあったので、僕は花澤香菜さんで予想させていただきます。最初にも言ったように、誰が担当になっても 100% 応援します。ぜひ皆様の意見予想も下のコメント欄で教えてください。ということで、本日の動画はいかがだったでしょうか。僕のチャンネルでは面白い作品をより面白く狭く深く追求するチャンネルとなっております。第1章約束のネバーランド、第2章呪術廻戦の動画、過去めちゃくちゃ上げておりますので、固定コメントに関連動画載せておきます。というわけで、考察が好きな皆様は高評価、コメント、そして僕の動画投稿のモチベーションが上がるチャンネル登録、ぜひぜひよろしくお願いいたします。考察最高。では